ご主人たち、今日も来てくれてありがとう。今日はご主人たちが教えてくれた神ゲーやるよ。みんなのセレクト外れなさすぎ。あ、グレチスパチャありがとう。高校生活不安、ヒナ応援してる。ヒナ好きだ。ガチ恋美少女部位の中身はクラスの陽キャ男子。俺の初恋返しやがれ。小暮くんは美少女部位に恋してる。第1話。あ、グレチ、ひなたんが俺の名前を。ひなたん、俺のこと覚えてる。俺の名前は小暮優斗、ハンドルネームグレ。見ての通りオタクだ。でさあねえみー、友達のいないドインキャの俺がこの高校生活を生きられるのは、高校不安応援してる。全部推し部位の春風ひなたのおかげだ。相性はひなたん。彼女はバーチャル世界で作られた架空のキャラクター VTuber と呼ばれている。キャラ設定、ご主人様の遊び相手として雇われた新米メイド。ひなはどうして V になったのかと疑問に思うくらいオタク文化に疎い。なんでみんな同じコメントしてんの？ミーム？何それ？天然記念物。くさ、そのまま抜いてくれ。しかも現役高校生、いわゆるギャルだ。 VTuber やってんならそれくらい知っとけ。何にも知らねえじゃねえか。神ラノベの名セリフだぞ。ラノベなんだ。神ってすごいの？貸してよ。って無理か、ポチった。もうポチったの？前おすすめしてくれたラノベさ、超面白かった。あれ続きある？読んだのか、えらい。そんなギャルがオタク文化に触れ新鮮な反応をするということが受けて、オタクに優しいギャル VTuber として一躍人気になった。こんなの嘘でしょ、ひどすぎるじゃん。なにこれ、超ウケるんだけど。ご主人たちがいろんなこと教えてくれるから毎日楽しいわ。よく知ってんね。俺はひなのデビュー時からのリスナーだし、子さんアピール。これからはバイトもしてスパチャしまくる予定だし、今まで以上に貢献するぞ。このまま行ったらワンちゃん連絡が来たりして。ずっと応援してくれてて優しい人だなって。付き合っちゃったりなんかして。ひな、グレチ、ガチ恋。中の人も自然体でそのままなんだろうな。何か楽しいことでもあったの？何それ、動画？よっきゃ。な、悪い、びっくりさせちゃった感じ。何やってんのよ。小暮がニヤニヤしてっから気になってさ。クラスのカースト最上位、幸原よ。やばい、こんなパリピ陽キャに俺が V 音の名を知られたら、俺どころかひなまでバカにされる。オタクくん、こんなの見てんの？ウケる。なんでもないです。あ、はあ、中学の時からビビリで高校こそはと思ったのに。グレチ、高校生なんだ、応援してる。ひなの動画でも見て元気出そう。グレチ、スパチャありがとう。ひなたんみたいに新しいことに飛び込む勇気が欲しいです。ひな勇気あるって褒められてる、嬉しい。好きだ。飛び込むにもさ、ハードルってあんじゃん。学校でなくてもよくない？好きなこととか。好きなことに飛び込んだら友達もできるし勇気も出るんじゃね。俺の好きなものか、ひな。あ、春風ひなたじゃん。なコメントによくいるグレって小暮だったのか。気になったから追いかけてきちゃった。え、ダメだろうなとは思ってたんだけど、おなくらとか奇跡じゃん。ずっと声かけてみたかったんだよ。好きなことに飛び込んだら友達できるかもよ。もしかして幸原くんも春風ひなたのリスナーなの？違う、春風ひなたは俺。
いやそんな声だって全然違うし。コンヒラ、春風ひなただよ。ご主人オーカー。いやーボイチェン、小暮の声小さいのに聞き取りやすくていいなって思っててさ。なあ小暮、俺と一緒に美少女 VTuber やらないか。失恋。ま、小暮どうした？クラスの陽キャがグイグイ来て困るんだが。グレチ、一緒に V 活しよう。お前じゃなくてひなたんがいいんだ。小暮くんは美少女 V に恋してる、コミックス第1巻好評発売中。チャンネル登録とコメントお待ちしてます。